オールマイヤー。びっくりした、一瞬ドキッとした。カジノエコ郵便局、かっこいい。どうも、奈良コミのタカとポンちゃんです。今回は国道25号線グルメ旅。やったー、国道シリーズ来ましたね。25号線、第3弾ですね。国道25号線、三重県四日市の方から大阪市北区の方に至る一般国道、総延長 230.6km あるんよね。大阪区との府境近くにある亀の瀬の方からスタートしたいなと思っております。今亀の瀬の資料館のところにねいるね。まあ、こちらね、柏原市と、まあ、三郷町のね共同プロジェクトというところでプロジェクションマッピングなんかもねトンネルの中でやった動画あるんでね、こちらすごい綺麗でしょ。ぜひね皆さん見てもらえたらなと思います。と今までのシリーズは縦断旅が多かったんやけど、今回初めて横断になるね。真横にねスンと行く感じ。真横にスンと行きます。西から東へ、西から東へ行きたいなと思います。西へ東へということでレッツゴー。まずこちらが亀の瀬の地滑りがあった場所で、今現在もその地滑りが起きると大災害につながるからっていうところで管理されてんねんな。ね、予約したらね皆さんも見学できるんかな。今もぜひ行ってもらえたらなと思います。この E 字から国道25号線が始まります。始まりました。スタートでございます。スタート。現在時刻は12時43分です。真っ昼間何時間かかるのか、まあ、普通に順調に走れば1時間半から2時間ぐらいやと思うんやけど、距離は結構あるよな。そうやんな、まあ、今回でも巡りながら行くんでね、何時間かかるでしょうか。例のごとく時間がかかりました。まず1箇所目が、1箇所目がたこ焼き屋さん行こうと思ってんけど、はい、しだこさんやね。はい、先1回この道通った時にねちょっと空いてないっぽかったんで、向かいにある淡い査定っていうねうどん屋さん食堂があるんですけど、なんとそこにねおはぎが美味しいっていう情報をね前々からいただいてたんで、おはぎのテイクアウトだけもいけるっぽいんで、ちょっと早速なんやけど食べたいなと思います。でも着くよね。右手に見えてきます。ここの線路すごい珍しくて川を渡るねんな、何回も。あれ地滑りの影響って、ね、おっしゃってたよな。ここは大和地線やね。左行ったのどか村って書いてました。あ、なるほどね。あ、あった、淡井さて。こちらやね。はい。駐車場はあるね、そこだね。名物おはぎって書いてるわ。じゃあ到着です。ちょっとおはぎだけ買ってきますね。今ありましたわ。あった2個入りからありましたね。あ、2個入りからね。1個なんぼ。1個200円で、2個入りくらいから400円。食堂やったね。食堂、うん、麺どころおはぎ淡い査定って書いてるね。1個がめちゃくちゃ大きいな。ねえ、重さもあるわ。食べるわね。美味しいわ。美味しい、うん、甘さもね程よくあって、でお餅のこの米感でもそんな多くない、強くないな。あんこたっぷり。でっかい一口。美味しい。うん、うまっ。開いてないな。開いてる、開いてない。これこちら開いてない。開いてないな。シャッター閉まってました。なんか閉店してる感覚、雰囲気あるな。どうなんやろね。まあ Google マップではなやっててんけどな。と営業時間とか定休日とかが分かんないんで。こちら左手に見えるのが大和川になってて、でこちらが鯉のぼり、まあ、子供の日ぐらいのねシーズンね、4月から5月ぐらいかな。60匹の鯉のぼり、学生さんとかが手作りの鯉のぼりみたいな。一回だけね、偶然横通った時見たことあんねんけど、あそこの河川敷のところにめっちゃ綺麗やね。次皆さんも機会があれば来てもらえたらなと思いますね。元町2丁目の交差点右折で明神山、あー登ったよ。景色綺麗やったわ。大阪も奈良も見れるっていう。一人で登っとったな。めっちゃ綺麗やった。あ、ここは本当におすすめやな。王子もこうやって見たらすげえ都会やなって感じするよな。な、王子とかな20分ぐらいで出れるんじゃない、あの天王寺。あ、そうなんや。25号線途中で名阪国道が出てくんねんけども、そちらには乗らずに下道のね25号線行きたらなと思います。この交差点右折したら鉄板食堂源さん。王子中学校前の交差点やね。ここのケーキ屋さんめっちゃおすすめらしい。イベントの時にねおすすめいただいて。もう少しするとね左に雪丸くんが出てきますよ。撮らなあかん。もちろんシャッターチャンス。王子といえば雪丸くんの町。雪丸くんね聖徳太子の犬っていう設定やね。設定じゃなくてそう言われてたって言われじゃない。王子町の
公式マスコットキャラ、いました。いた、いました。プリティな後ろ姿が見えた。みんな後ろ姿が見えましたか。映ってます。ようこそ東京へ。この車線ちょっとややこしくて、左車線入ってしまうと駅の方まで行っちゃうんよね。左しか曲がれなくなるんよね。だからこれは右側のね、車線にいといてもらえると25号線進んでいくことができます。だるま橋とかやね。でさっきの曲がった交差点は本町1丁目で、現在は国道168号との重複区間に入っています。交通量はやっぱこの25号線は結構あるよね。渋滞するポイントも多いし ね。これ速道の下の道なんやけど、左手には魚八亭さんっていうね、海鮮が美味しいお店があります。人気よね。なあ、僕らも一回行ったんでね、すげえ丼食べたなあ。で、イカルガ町に入りました。歴史あるイカルガ町。イカルガ町といえば竜田川。いやいやいや、法隆寺。あ、法隆寺。竜田川も有名やけどな。そう、竜田揚げで有名やな。リアルに竜田揚げ発祥って言われてんねんで。みたいやね。清和医療センターやね、こちら。ワンちゃんの看板が見えるな。ペットショップあってんな。ペットのことなら丸々揃う。こちらの道左折するとハイカラ屋さんが通るがある。唐揚げ屋さんね。昔行ったよね。行った行った。この道も魅力的なお店多いからね。確かに。右手には越後さんがあります。越後さん、うどん、そば、おでんのお店やんね、うん、駐車場もめっちゃ広いからね。そうそうそう。あ、東風花さんの看板も出てる。イオンと上新のところにあるオリンピック飯店さん、めっちゃ名前上がるよね。コメントでもよく来るよな。止める場所かな。どこに止めたらいいんでしょうか。曖昧すぎて。左手にはね、しびせいさんっていう中国料理のお店。行ったな、ここ美味しかったな。めっちゃ美味しかった。なんかめちゃくちゃ高そうな店に思うかもしれんけど、ランチで行ったらそんなに高くないっていう。で、2階にね、お店あるんでエレベーターで上がんねん。そうそうそう。ここがあれやね、竜田大橋やね。鋭角な左の方行くと、うん、3号ですね。東風花さん行こう、また左やね。でちょっと斜め右が今回行くお店があります。まあこの道なりやね。次に行くお店が台湾ドーナツ好きのことさん。やってたの、ね。あー、時間が微妙やね。お惣菜11時からで、ドーナツが13時半からなんや。止まってるね。あ、これな、一応止めれるな。止めれる。もう一度止めれる。お茶はめちゃめちゃ。今ね、買わせていただきましたね。めっちゃ良かったね。しかも今週からのお惣菜始まったっていうところでね。で、ちょうどドーナツも1時30分からって書いてたんやけど、揚げたてやからね。そうなんよな。購入できちゃいました。家やったんでね。2台しか止められへんとかやったんで、移動して食べようか。そうそう、どっからちょっと食べれる場所探そうかなって思ってます。月のことさん、はい、月水金が営業日になるんかね。まあ、詳しくはね、インスタグラムに情報発信されてるんで、そちらチェックしてもらえたらと思います。メインは台湾ドーナツ、お惣菜も始められたと。の台湾一周とかそういうのをされてたような。で、あの旦那さんが大阪でお店やられてんねんな。ね、台湾料理とかパクチーとか。そうだから本格的なお店。すごいね、あの気さくな方で、うん、なんか旅人って感じがしたわ。ね、混んでますね。もう食べようか、ここで。それ違反。ビビーアウト。イカルガ町役場やね、こちら。行ったことないわ。ここ右行ったらあれか、ブダ精肉店さん。ここあれやな、気になんねんな。パン屋足し算引き算みたいな感じのお店。足し算さんね、引き算ではないです。オープンって書いてるね。ブダ精肉店さんはなんかこの細いとこやね、中の。一本道筋違うからね。でもさっきのとこから行くのがおすすめやんな。あー、ほんまにこの25号線沿い公園とかがないからさ、全然食べる場所ないよな。ホールで行く、逆に500円払って。こちらちなみに超有名な小学さんね、法隆寺です。法隆寺でございます。あらわざやな今日。法隆寺終わり。さすがにここはちょっとね、寄り道だけっていうところで許してください。こちらの平蔵さん、かき氷って柿のかき氷があるんでね。あ、ここがそうなんや。一応これがあの法隆寺ツアーでございました。このアイセンターも500円。マジで止めるとこないな。ないよね。やばいな、これは。まなびさんとこのパーキング45分無料じゃなかったっけ。まなびさん、そんなとこまで行かない。今日はこんな渋滞がずっと続くんかな。今のとこ撮影したら中宮寺あと行けるわ。だからあの三つ葉セカンドとかの道です。左手にあるのが山久さん。
三級系列やな。ねえ。ピラリンやこの焼肉屋さん、小林さんって言って行きつけの焼肉屋さんでした。大学時代めちゃくちゃ行っとってんご友達と。あ、そうね。ランチやってる。ランチ1600円よりって書いてた。このうなぎ屋さんも結構聞くよね。ここはもう有名、川原さん。川原さん、うん。あのコンビニのところにね、無人販売所があるよね。2つ。ひしめきやんっていうお肉屋さんと、うん、古着で行こうかっていう古着屋さん。めっちゃ車止まったわ。おしどりさんここにもある。いろんなとこにあるな。な。エディオンとこ左折したら、まなびさん。もうあの食べるためにそっちのパーキング行こう。あ、行くか。もうこれ以上行くと。行きましょう。大和郡山もとっくに入ってる。いつの間に入ってたんやろ、大和郡山。とっくに入ってる。ここあれやねんな、水上ゴルフセンターやねんな。水の方に向かって打つね。あ、そうなん。と左ね。まなびさん、あ、60分無料や、45分じゃなくて。あ、60分無料や。でも無料じゃなくても30分110円っていうね、結構安いよな。安いな、駅近いしな。こう確かに。こちら芋やね。これなんか可愛らしいな、めちゃくちゃな。2色、紫芋と丸芋かなね。なんなんその顔。食べてみ。いいの。うん。あ、ポンデお芋リングや。そう。ポンデリングお芋バージョン。めっちゃうまいこれ。うん。どうなっちゃうわ。なあ。うまこれ。甘さ控えめ。うん。芋の甘みみたいな。うん。自然の甘み。はい。食べていいよ、じゃあ一人。うまい。ちょやっぱ。ふわふわ。めっちゃうまい。おお。わ。台湾ドーナツって一回天ぷら粉みたいなの揚げるらしいで、それが台湾ドーナツらしいね。あ、そうなんや。確かに衣も結構ついてんな、うん、めちゃくちゃ美味しいやん。けどすごいね、カリッとしながらふわふわやね。ふわふわやな。このプレーンがいいな、自然な甘みで、うん、ミスタードーナツ、これあれやな、顔負けやな。あー、今ミスったって言ったんやと思った。ミスタードーナツ顔負けやな。いや、その大手の名前出さんとって。いや、それ言うてません。もういいよ。ミスタードーナツ言ってるからそれ。じゃあ次、豚まん。豚まん小籠包みたいな、ちょっとな、ミニ豚まん。いただきます。うまい。何今の。肉がうまい。台湾行ったことないけど、めっちゃ本格的味が。そやんな。よし、じゃあ行きましょうか。いい。25号線の旅戻ってきました。美味しかったね、台湾ドーナツ。美味しかった。めっちゃありやなと思った。皆さんもあのお近く寄られる際はぜひ買ってみてください。この25の看板もえぐいな、ボロさ。ちなみにね、この今から走るここの区間とかは結構日頃も走ってるよね。だからあんまりね、ここは新鮮味ないんやけど、後々天理の方行ったらまだ山奥とかも行くから、そういう自然なんかも感じられると、楽しみにしてもらえたらと思います。景色がどんどん変わっていくからね。25号さん見てもらったら分かるように、もう渋滞しまくる、どこも。だがそれがいい。ここにね、丸源。これでも新しいよな。新しい。ここにもゴルフ場、ゴルフ打ちっぱなしかな。あ、郡山ゴルフやって。左手にグッドモーニングタルトさんっていう、もうちょうど車止まってます。まなびさんのな、姉妹店になるんですね。ねえ、フルーツタルト専門店でございます。左手にさ、ロピアがあんねんな。ここやったよな。この次じゃない。この次か。ロピアはこちらね。ロピア。ここ左折入場なんでね、この通りからしか入れません。めっちゃいろいろあるな。ニトリ、ロピア、高難、ダイソー。いろいろニトリやな。お値段以上ニトリじゃなかった。絶対そうよ。えらいコンパクトに収まった。この辺さ、ちょっと雰囲気があるお店多いよね。確かに。この筒井駅の近く、まあ、商店街とかになるんかな、これって。あの左手にはね、この間行ったジロヤンさん。焼肉。タンめっちゃ美味しかったよな。南都銀行の一角にあるもんな。一角、まあまあ。タンな、うまかったな。筒井高架下をくぐります。左手には筒井駅。一歩さんっていうあのかき氷があって、そこにメッシのサインとかのユニフォームあんねん。バルセロナ時代のな。かき氷毎年めっちゃ食べたいなって思うけど、あんまり行く機会ないねん。そこの交差点の角のところには大門があるよね。うなぎのお店。バーガー屋さんもできてるよな。淡路島バーガーな。まだ行ったことないけど。大門も気になるよな。左手には1000円ステーキのワンダーステーキさん。すごいよな、1000円でステーキってな。アイスは別腹って書いてるんだ。ここにできたんや。ここに上にバイク。バイク。そしてもう少し行けば上にね、トラックがあるんよ。さあ、おんちゃんカメラちゃんと撮ることができるのか。おんちゃんチャレンジ。前の方がええんちゃう。これ行けるよ、ここ。さあ、行けますか、横で。あ、やばい、見えない。
終わり。見えん、全く見えんかった。ちょっと待って。だいぶ出したらいいけど。ポンちゃんチャレンジ失敗。失敗でございます。でこちら次の信号、横田町の交差点右折して国道24号との重複区間に入ります。以前ね24号線の旅した時の、まあ、もう道やね、ここはな。そうやね、北京ってね飲食店やねんや。その 裏側にゲーセンがあんねん。みんなそこのゲーセンのことを北京って言ってるから。あのゲーセンの名前そんな名前じゃないよな。全然違う。トゥルルルルトゥルルルル、右よ、真ん中、左。株式会社低音、そんな工場ね、うん、ここの長浜ラーメンもねよう行ってた。あ、そうなんや、うん、西名阪の乗り口ですね、郡山インターチェンジ。だからぶっちゃけやけど、はい、25号線巡りの旅これ乗りゃ早い。確かにここから高速乗るとそのままね名阪国道につながりますから。今回僕たちはその道通りませんから。はい、これ高野ワンポイントアドバイス、高速道路のこの下の高架、大和八木駅から自転車にここまでだいたい1時間ぐらいで来れます。誰得情報で、こちらの道も混んでいます。ちなみにここから、はい、天理市でございます。大和郡山も終わりました。終わりました。めっちゃ広いから、ここが右行けば京奈自動車道乗れるんやけども、左行って24号線25号線の方に。あ、これちゃん株式会社、はい、食遊館。こちらね、うん、卵サンドイッチの直売工場みたいな感じです。予約したら買える、いつか買ってみたい。なあ、そんなん言われやんとわからんわな。ねえ、なんかスーパーとかで売ってるらしいね。あ、そして左手にはこの平層、平層便利館やったっけね。そうやな、また行くんですよね。そう、ネタバレやな。ネタバレになるけど、また楽しみにしてください。コメルプロオープンしてんじゃん、これ。これなんなん、プロって。プロやで、プロ。やっぱりちょっとあれな、プロ用にいろんな商品置いてある。品揃えがやっぱ違うんじゃない。聞いたことないからわかんないけど。右ちなみにあれやで、関西館やで。関西館さん、めっちゃ止まってる車。じゃあもう2時やろ。もうおしどりさんって思った。この先 300m 左折、はい、針天理市街方面。ここのさ、ホテルもさ、いいよね、三つ星ホテルやる。確かそうなんや、うん、蒲田町の交差点左折します。はい、国道25号、天理教教会本部って大きい、ね、看板立ってるね。なるほどね。ここのさ、エネオスさ、ドトール入ってんねん。ドトールキッチン珍しいで、奈良県じゃ。確かに。サイカラーメン、この辺もいいな。この辺結構大きめの店が多いな。ナンプこれやな。ナンプこちらです。青山や。私の青山前で中入れくださいちゃんて。あ、近藤豆腐店。あ、近藤豆腐店、スーパーに入ってるよね。そう、イオンで、ね、よく見かけんねん。またうなぎや。うなぎの成瀬さんやったかな。あ、そうやわ。気になる、トレカおもちゃゲーム。ドンキーホーテの歌といえば、ドン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 キードンキーホーテー、わからなくて激安、激安満点、激安ジャンル。いや絶対違う。これまだ25やんな。ずっと25号よ。そうやんな。まだって何？ずっと25号しか走らないけど。そうだ。ちょっと何号線走る予定やったん？あまりにも日常すぎてさ。天理市はね、詰所が至る所にあって。詰所とは？あ、信者さんが宿泊する施設。あの、全国各地にねいらっしゃるから、お道の方々が。帰ってくる場所ってことですね。そう、本部やからな。もうちょっとで169と25、はい、重複区間。またこの間やった169の旅の、それはだって僕ら、あの、前縦断してて今回は横断やねんから、それはぶつかるわ ね。次の目的地、道の駅奈良歴史芸術文化村でございますね。まあ、特にそこで何かをするってことはなく、まあ、あの、許可とかも今回や取ってないから。そうなんよ、スタンプだけ押しに行こう。スタンプだけね、押させてもらえたらなと思ってますね、はい、で奈良県の道の駅の中で一番新しくて、うん、2022年3月21日に開業しました。なるほど、ちょっと気になるもんあったら買ってくる。あ、先日のな169の旅で行かせてもらった和の里さんやね。今日もやってますね。もうあれ25ってここじゃない。永田町の交差点左折して国道25号進みます。国道25今上がったね、ちょうど。はい、曲がりました。だからもうこの辺からおやおやって感じで、山道に徐々に徐々になってくる。もうだってあの見えてる山を越えるってことでしょ。まあそういうこと。本来であればさっきから言ってるあの名阪国道っていうね、うん、すんばらしい高規格幹線道路がありますんで、お急ぎの方はそちらから
行くことをお勧めします。で大体時間どれぐらい違うんかなって調べたら30分でたどり着けるこの天理東から目的地までね、たつき橋で今回のルートやったら50分だから大体20分の差、でも実際はもうちょっとあるかもしれない。まあそうやな、名阪国道行くやったら奈良歴史芸術文化村前交差点を左折、うん、でもう見えてるね道の駅立派やな。でこれさできた当初さ4回ぐらい行こうってチャレンジして、うん、駐車場をまず入るのが無理やったことも多いし、満車やってね、駐車場 の目の前のとこ行ってそこでまた満車で行けなかったっていうの何回もあって、うん、実は今回初めて行きます。今回ちょっとスタンプだけ押してくるという事後報告になると思うんで、その点だけご了承ください。さあ来ました。わあ綺麗やな、綺麗、広いね、広い、平日にもかかわらず警備員さんいらっしゃるもんな。おしゃれやな建物、手前が二輪車大型車ってなってね、意外にならないね、停める場所そんなに多くないんだ。そんなに多くないな、停める場所。でここは駐車場一方通行やね。到着です。到着。今日めっちゃ天気ええな。スタンプも押しました。でこれね4カ所ね建物あってさ、スタンプはトイレがパンとある建物のところにありましたね。ね、筋肉マンと一緒にこうやって記念写真も撮りました。なんか直売所の塔を、うん、でスタンプの塔を、うん、なんか歴史学べる塔をでなんか文化財、うん、かな、そういう感じ、うん、まあどっちも歴史学べそうな、ね、学べる箇所が2カ所あって元丸勝さんで奥にはマリオットホテル。そうで今回はねこの大和高原の雫っていうめっちゃ美味しそうなジュースが売ってたから、こっちがミックス野菜でこっちがみかん、僕みかんがいいからみかん買いました。ミックス、あとトマトとシソが売ってたね、うん、あとカンカンさんのドレッシングとかも売ってた。そう、カンカンさんドレッシングのごまドレとなんかとなんかやった、柚子がなくなってたな。もうそうごまドレもだいぶなくなってたでな、うん、いただきます。あーうまっ、だいぶ濃厚。飲んでよ。開けて。ちょっと持ってて。うまっ。果汁のだけのあれやな。果肉はないやな。果肉はありそうでないよな。なんかありそうでない。果肉入ってそうな味。うん。トマト感強い。トマジュやな。トマジュ。うん。でトマジュより飲みやすいと思うね。材料のシンプルさ見て。すごいな。トマト、みかん、人参、終わり。終わり。早飲むの。なんかちょっと疲れたから元気出た。な。うん。もう一回その道の駅あるからさ。そっちも寄りましょうや。これはでもオープン当初渋滞やったわ。納得やわ。ね、あんまり止める場所ないっていう。そんな台数を止められん。この道の駅は歴史、芸術、食、能など1400年以上もの歴史を持つ奈良県の文化に触れることができる施設。確かにな、いろいろあったよね。いろいろあったし、いろいろ学べそうで、いろいろ買えるよね。工芸品とかも販売されてたよ。なあ、さあ天理ダムへの入り口。入り口感あるな。そうやろ、ゲートみたいな。次に目指しているのはタカさんといえばこの滝っていう。そうやね、場所ですね。まさか天理にこんな立派な滝があるんだっていう驚きがあるし、この道沿いからもう本当にちょっとだけそれんねんけど、すげえ行きやすいというか、うん、滝ってイメージ的にはすごい山奥に行かないと見れへん感覚やんか、けどそんなこともなくて近い距離まで行けんねん。しかも天理トンネルをくぐっています。綺麗やねこのトンネル。そうやな、ちょっとだけ道細くなるから、そこで太鼓を来たらジエンド。さてここでクイズです。天理市滝本町にある桃尾の滝、その滝の落差は何メートル。チッ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 。70メーター。ブブー。150メーター。ブブー。1000ブブー。正解は約23メートルでございました。まあそうか、でもね見たら分かるけど迫力すごいから。まあそうやね、近くまで行けるから落差感じられんで。もうちょっとやと思うねんけどな、桃の滝、うん、あ、看板これじゃなかったっけ。あ、書いてるね、桃の滝。ここやわ。こちらで左折します。ちょっと狭いね、道ここ。狭いな。開口だけ越えんこと。こっから狭くなるから。でもね、安心してください、ちゃんと止めれる駐車場ありますよ。そういう問題じゃない。安心してください、ミラーもありますよ。これでもバックで全部戻れって言われたらもう無理やわ。これ駐車場ここ右バツ左みたいな書いてるね。そう、ここは足取られるからマジで気をつけた方がいいで。人気スポットやね、この車とすれ違わんかった。確かに。到着でございます。よっしゃ、滝だ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 。さあ滝や滝。
音がね聞こえるね。結構立派やな、やっぱこうやって見るとね。もうちょっとあの近くまで行けるから。こんにちは。こんにちは。ちょっと涼しい。ちょっと涼しい。今まで何回も来てるけど一番穏やかな野毛の滝やわ。優しさを感じられる。一回雨の後行った時暴走してたもん。すごかった。雨の後はな、うん、結構賑わってたな。人が次から次へと。こんなこともなかった今まで。結構皆さんくつろいでいらっしゃったね。そうなんよ。ちょっと大人の時間を過ごしてはったな。ね。いいな。余裕があるな。でもなんかな、浄化されるというか、やっぱこの音がいいね。そうやな、マイナスイオン感じられるしな。ね。ちょっとここでずっといときたいもんな。うん、そういうわけにはいかんので。そうやな、はい、で駐車場こちらにございますと、はい、こんな止まってることないで普段。そうやんな。よかったやろ、桃の滝ね。リフレッシュできたね。じゃあこれもうちょっといたらね、天理ダムの迫力あるあれ見えんで、まあ、あの進撃の巨人のオールマリアっぽいで。次に向かってるのが、うん、天理ダムね。天理ダムですね。重力式コンクリートダム、昭和54年3月に完成。レイクパークが設けられてて、ダム湖畔の数箇所に公園とか駐車場が整備されてんねって。なるほど。ほら、見えてきた、天理ダム。天理ダムオールマリア。そう、ここ180度ターンがあって。持ってかれる。左折したらその天理ダムの上のとこやねんけど、上行こう。上を今走ってんねんな。そう、ちょっと車抜かしてもらいたいし、ここで路肩に寄せます。うん、これな、ちょっとこっちが危ないけど気をつけて渡って。来た。こっち側が迫力ある。怖いからこんなもんで許して。天理ダムのこの上をこう車で走れるっていうのも珍しいよね。マジで交通量多い気する今日。そうやな、うん、天理ダムもやっぱ迫力はあるよね。高さがあるからな、うん、景色も良いし。笠そばもこっちの今のこのルートから行けば安全なルートで行けるから道で。あ、そうなんや。工人そばやったっけ、笠そば。基本はね、道なり進んでいくだけなんやけど、うん、名阪国道がね走ってるんで、うん、それぞれインターチェンジ付近ちょっと道ややこしいんで、そこだけ注意しよう。インターでいつもその名阪国道を乗せようとしてくんねん。そうなんや。それをね、道がね、そう、 うまくかわしながら行かなあかんから。そうなんや。あ、笠そばさん。あ、ここやわ。そうそうそう、看板出てるね。狭い道なくて綺麗なんや、こっちから行くと。 100m 先やからここか。これやで。ここを右折したら広い道やで、ずっと。ちょっと桜井の方から行くと狭い。うん、まああれや、自分に藤原匠を下ろしてるから。脅威させてるの。脅威させてる。そんな技術持ってんの。あ、警察犬訓練所って看板あった。こういうところで訓練させてんねや。この辺家あるんやな。ねえ、お家がある。ここは千々原町になるのかな。カーブが続きます。ナビが言ってますもん。はい、気持ちいいわ、走っててこれね。え、イニシャル D、 イニシャル D、 ドゥドゥみたいな感じのアイキャッチみたいな。イニシャル D。 別にまださ3時とかやのに結構暗いやろ、暗い木々でな、うん、夜はもうだいぶ暗い、真っ暗やんね。夜は真っ暗やね。まあ、でもまあ2車線あるから、まあそうやな、そんなにあれか。あ、ドッグラン。ドッグラン、これ予約制のドッグランやね。そうなんや。うん、すごい細い道をこう行けば、あ、これゴルフ場やな。ゴルフ場。ゴルフ場もね、ポツポツあるからね、こっちの方まで来たら。そうやな、うん、信号ある。そうやね、ここで予約信号出てきて。豪雪で葉山、灰原方面。そうやね。
次向かってるのがその復元氷室。ほう。その氷を保存してた氷室っていうのが今も20カ所ぐらい残ってて、うん、有名なところは奈良公園の近くのとこやんな。そうやね、うん、それの復元してるやつがね結構なんか立派なやつあるんで、それちょっと見れたらなって。今名阪や福住インターですね。これはまだ直進やんな。直進です、ずっと直進。これ右手乗っちゃう、右手乗っちゃうね。乗ったらあかんねんな、右手乗っちゃう、ね、乗らずに直進。乗ってもな、一応国道25号ないけどな。あ、違うんでちょっとこの辺から道が時々細なるし、地元民じゃないと分からん、うん、あれがあるかもしれん。狭いても狭くないもんな。まあな、橿原にもあるよこういう道。氷室神社、ね、あ、ほんまや、氷室神社って書いてる。でもここじゃないねんな、行くのが。あ、そう、なんか道沿いにね、あるんやん。お、なんかグランド見えてきたね。福住中って書いてんな。福中か、福中や。この辺の家、大きいな。ねえ、あと1分、あと1分、まだここは愛さん、怖いさんももうちょっと見えるはず。あ、あの、上りが立ってるところ、駐車場が2箇所あんねんけどね。これ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 、これ全部これ、え、すごっ。うん、これ、これ全部みんな、たくさん一人で行ったもんね。そうやで、ケーキカフェ、結構車止まってるの。また連れてってください。行きたいな、ここあれかも。これか、これやね、これです。ちょっと車、見学者入り口って書いてんねんけど。お前、でも行かれへんやん、倒れてる。お前、看板すげえ倒れてる。古代氷室についてになります。あ、こっちにあるやん、行くとこ。あ、前出口、ちょっと行ってみよう。険しいな、すげえ。昔はここに氷保存してたってことやね。涼しいもん、ちょっとやっぱこの辺なあ。そうやな。おお、すごいな。何それ、お賽銭？ちょっと触りたくない。すごいな。ね。すごい。こういうのがいろいろあるとこの辺には。そう。はい。虫がな、まあおるわな、そら虫ぐらいそうなんやけど、この辺で、おーおーおーいやいや、ここやで、こうずっとおんじゃ、こうやで、ここに虫がめちゃくちゃ、ほい、氷室、行ってきました。これは気づけん、普段でもすごいよな、あんな山の中にな。そうやんな。次に目指してますのが道の駅ハリテラスでございます。来ました。でもこの道の駅がね、時期を持って閉店しちゃうんだよね、一旦。そう、再整備案としてね、はい、2026年度から2030年春ぐらいまで4年間ぐらい、そう、リニューアルをする計画があるそうです。まだね、確定じゃない、そうやけど、ほぼ決なんかな。なるほど。あ、奈良市や。奈良市に入りました。天理終わりましたわ。天理市終わりました。上に走ってるのはこれ名阪国道、名阪国道のだから下をくぐったり、くぐ、また戻ってくぐったりを繰り返すっていうな。そうなんや。で、今が一本松インターチェンジのところやね。はい、左かな、左、左、乗らずに左、乗らずに左、そしてここすぐ右、すぐ右、左行くと乗っちゃう。そう、名古屋方面行っちゃうからな。名古屋方面で、まあいいねんけどダメ工事してるね。これが路肩工事ってやつか。そうね。はい、ここでクイズです。またクイズ来ましたね。道の駅ハリテラス、はい、はい、何の略でしょう。おお、ハリハリタウン道の駅。ブブー、違う。正解はハリティータイムリゾートステーションでございます。じゃあかっこええやん、何それ。はい、なるほど、そうやったん。2001年に開業して西日本最大級って言われてる、約 6.6 ヘクタールの敷地にある道の駅です。で、バイカーの聖地って言われてるよね。温泉とかもあるやろ。あるある、いろんな施設がある。なんかね、噂によるとリニューアルの際に名前が変わるらしいです、うん、せっかくのハリテラスが。そうなんや。
そのハリテラスに行くにあたってちょっとね25号線それる。はい。でもそこもほんまにちょっとだけやから。ちょっとだけ。ご了承ください。この高速ができるまでは、この道をみんなが通ってたってことやで。大阪に行こうとか神戸とかそっちの方に行こうってなったら、名古屋とかからみんなこの道通ってきたってことやからね。え、なかなかな、狭い、かなりねちょっと見えにくいっていうな。ここ右、ここ右か、から行く。あ、ここ右やな。ほら、右 0.500、0.5 って書いてるもん。じゃあ一旦ちょっと25それます。また戻ってきますね、ここに。ねえ、これ左って書いてるけど、針左やね。左か。ややこしいな。左ですよな。乗りそうやん、雰囲気、うん。乗らないんですよ、それは。手前で右折ですね。右折でございます。ハリインター交差点。これ左の車線行っちゃうとね、名阪国道乗っちゃうんで。あ、皆さん行かれるわ。皆さん行かれますね。ハリ TRS。ハリテラス。これ小型でいいんやろ？小型でいいんじゃない？この辺でか。よし、じゃあここでもなんか買いに行くか。そうやね、スタンプと、うん、スタンプどっかやろな、ここも。確かに、一緒探しに行こう。いい感じ。いい感じ。甘っ。じゃあ、お先いただきます。今ちょうど一口目食べようとしたところ。あ、楽しんでる。食べていいもん。いいよ。すごっ、うまっ、このかき氷。うまっ。高いだけあるやん。900円やもんな。これ900円でも結構でかいなって思って。いや、まあ900円やからな。いや、これはでもすごいわ。食感がやっぱ、もう食感がやばい。かき氷っていうかフルーツやもん。綿菓子みたいな。うんうんうん。あ、なんかめっちゃザクザクいってんのに、なんか下の方なんかザクザクの氷入ってんねんな。なんかバーベキューって感じ。お肉はやっぱ結構噛み応えはあるんよ、どうしてもこういうところやから、うん、けど美味しいな。なんか旅行来た感覚になれるわ、うん、確かに。松阪牛のやつ多かったやな、コロッケとか。ああ、そうやな。もうふわふわのとこなくなった。なんかあのあれみたい、アイスボックスみたい。ああ、確かにな。そういうの好きな人はいいかも、うん、さあさあさあ、ハリテラス行ってきましたね。まぶしい。現在時刻は16時10分になりました。もう4時間だった。早ない。途中仕事側いろいろ連絡が30分ぐらい入りまくって、うん、ごめんなさいね。もう終盤ですよ。うん、終盤でございます。終盤でございます。この道を直進して7分ぐらい進むと、浜の川ファーム農場店さん。めっちゃにぎわってるみたいからね。だって僕らも視聴回数とかいろんな部分で快挙やろ、あの動画。ハリインター北の交差点を右折して国道25号に戻りますと。入ってって、うん、ありがとうございます。優しい。ちょっと狭なるらしい。え、そうなん。うん、キュッっていう看板標識立ってた。またくぐったな、下。またくぐった。これどないなってんの、道なり。怖っ。確かにちょっと狭いな。ちょっと狭いね。当たってるからな、左下のススキが。ススキといえばソニー高原やんな。まあそうやな。ちょっと険しそうな道が。どうなんやろな。でもさっきの天理ダムの方があれやけどな。そう、僕的には。でも車線ないや確かにすごいな、道。またすごい。ちょっと山間部ですね、完全に。完全にな。片側交互通行って書いてたな今。あ、マジで。やってんかね。あ、やってはるわ。お前はちょっと合図を待ちたい。あ、オッケー。行っていいよ。ゴーゴーゴー。ご苦労様です。お疲れ様です。ありがたい。広なった。道がすごく広い逆にどこ走っていいかわからんぐらい広い。三車線ぐらいある広さ。なあ、拡張してんねんな、だからあやって。そうやな、整備してくれてるわ。一応次行こうと思ってるスポットが、うん、ミツバチ観音立堂。何それ。あの山添村にね、ああ大和蜂蜜っていう結構有名な蜂蜜の会社、あの知ってる、天敵の塔やろ。そう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 、はいはい、知ってる知ってる。そこのね、山添工場の近くにもともと販売店があったんよ、うん、あ、そうなんや。蜜蜂と生命館っていう、そこのところにその立像、はいはい、像が立ってたみたいなんやけど、
その生命館自体は2022年の3月にね閉館してるんですけど。ああ2年前に、はい、今も残ってるんかな、どうなんでしょう。その銅像は残ってる可能性がある。そう、可能性があると Google マップには載ってたんで、あれば見たいなと思ってます。で今こちら小倉インターチェンジの横を通っていますね。看板、うん、あったな。ね、名阪トラップがあるから。ああるんや。また乗せようと。ここ右折すると名古屋方面乗れます。右折はしたらあかんな。直進月ヶ瀬方面。月ヶ瀬といえば梅。右折で山並みロード。大阪で書いてんだ。なんか音楽の森とか書いてたね。このね分岐を右方向ですね。ここ直進すると県道127号で北野葉山線って言ったの、京都のね、あ、葉山の方行く、はい、そちらまで行く道になってます。なのでここは右折でございます。びっくりした。一瞬ドキッとした。うん、ドキッとしたな。え、これ国道なんで。トンネルくぐるのには慣れたわ。名阪の下をどんどんくぐっていく感じやんな。すごいよな。しかもこれが無料っていうな。そうやね、この区間無料はちょっと恐ろしいよな。わい、これ大人になってから知ったもん、ここ国道やったんやって。なんならここ無料にこの道をわざわざ通ってる僕らってほんまに地元民とかしかいらっしゃらなくなっちゃうかな。ねえ、ここで働かれてる人だな。ねえ、なんやろな今の工場っぽい。あ、天敵の塔見えてた。これ確かに見えるもん、名阪乗ってたら見えるよね。あ、うん、あの緑の看板。まさかその横が山添村、こっから入ったで。山添村に入りました。うん、天敵の塔。あ、あったやん。あった。あ、ある、ある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 。あるけど入れるんかな。入るとかいう考えあるんかな。ないかもしれない。これ見るだけかもしれない。見るだけか。ミツバチ観音、ミツゾ観音さんだけ拝んどくじゃん。そうやな、ちょっとこうやって横止めさせてもらおう、ね、そうやな、うん、夕日と相まってめっちゃ雰囲気ある。うそ、見て。うわ、ほんまや、すげえかっこいい。ルル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 ルミツバチ、ミツバチでございます。いいね。いいやん、これは言われやんと気づかんし、ちょっと名阪からじゃ見えへんかもな。そうやな、ちょっと木々が生い茂ってるからというところで、まあいいんじゃない、これも面白いポイントやな、珍スポットだ。ここでだから天敵の塔作られてるんや。天敵の塔って結構いろんな道の駅とかでも置いてあって健康的にいいねんな。だ、天敵してるぐらいいいよって言われやん。そう、血糖値がな、上がりにくいというか。で、だからそこのミツバチと生命館で昔は帰ったわけよ。事業を拡大するために閉館したらしいです。ああ、じゃあプラスのあれない。いやね、すごないお前な。雪がってことなんかな。そうなんちゃう。じゃあこっちこ家歩きで、やっぱどの家もさ、大きいな敷地が。でかい。国道25号の旅もいよいよ終盤でございます。あとは残すところゴールのさつき橋、はい、そしてその先にある看板を見てゴールとしましょう。寄り道の駅どうします？あ、なんなん寄り道の駅って。その先にね、三重県の寄り道の駅丸荘ってとこがあんねんな。へえ。これは左やな。左ですね。いよいよこっち行くとすごい道来そう。茶畑。おお、茶畑。そう、山添村といえば茶畑なんですよね。綺麗やな。ちょうどあれやな、シーズンなんかもしれんな。もうちょっとしたら収穫の時期なんやろな。まあ緑やったな、ちゃんと。お。なんやこれは。これが河野口インターチェンジのところで、左折からの右折してください。で、ここ多分ね、右折した方で冒険の森が。左折やんな。左折やで。左折で。左折からの右折やな。左折からの右折。あ、書いてあるの月ヶ瀬の方向。もう右やな、じゃあ。はい、右です。なるほどね。河野山。河野山も実はね、登ったことあるのよ。山添村の。なんか頂上はさ、うん、ちょっと展望台みたいな感じになって登るところがあってさ、一望できるのがまたいいよ。まあもう最初で最後やろうなこの道が。分からんで完全走破とか言ってさ、大阪から三重までの道走るかもしれへんね。最初で最後というのは早いか。え、そう、でこ郵便局かっこえ、赤赤い、派手やな。派手。悪い YouTuber の方がこの道通ってる時その郵便局突っ込んでたわ。道そんなに狭くないし、やっぱ国道って25号線って言われてるけど、この区間ではないよな、どう見ても。これで国道やったらもっとあるで。亀山まで行くところが。そうやろうな。ちなみにゴール地点のさつき橋は、うん、非名阪区間の三重県と奈良県の県境を流れる名張川に架かる鉄鋼製プラットトラス橋。
で、なんとね、国道25号で最も古い橋やったんやけど、あ、そうなんや、老朽化が進んで、うん、2020年3月23日に新橋に切り替えされております。あ、結構直近や。なんか綺麗なはず。時々だからこういうトラックとか車とかが通るから、うん、でも進行方向の車はいないよね、今のところ。まあ確かにな、後ろから追いかけてくることだね。そう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 、すごいな、この辺。ここはすごいです。ええような道が続いてます、うん、あとナビではね、5キロ、あと5キロなんや。7分ってなってる。もうちょっとしたら T 字路の分岐が出てきます。そちらを右折してください。なんかちょっと開けたな。はい、こちら分岐右折でございます。虹を右折と、はい、左折すると県道85山添村方面ですね。村役場がもうここにある。あ、そうなんや、立派やな、ね、この辺りはだから住んでる人多いやろね。学校あるやん、山添小学校。いや、これ小学校な。小学校やね。大きいな、小学校。でかい。何年ぐらい生徒いんやろな。段差が、男がやるやつや。やらんかった。上がね、名阪国道、ね。ほんまやな。さつき橋インターって書いてるね。あ、来た。来た。このさつき橋の真ん中ぐらいで見えきやんな。うん。来ました。戻った。めっちゃ綺麗、橋。めっちゃ綺麗やな。え、すご。すごい。いいやん。そして、ここで三重県伊賀市入りました。入りました。伊賀牛。国道25号走破でございます。そうですね、奈良区間これ見て終わりやねんけど、ちょっと待って、気になる、看板があるんよ。すっげー年季が入った看板があって、それをちょっとサムネイルに使いたいから撮りたい。サムネイル。これまた覇者あるで。覇者あんな、うん、この覇者超えるん。こっちは年季入ってんな。ほんまやな。これ越えてちょっと行ったところに、あった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 。これだけちょっと撮りたくてさ、どうしても。これすごない？撮れる？いや、終わったね。終わりましたね。この先にその寄り道の駅、マルソーっていうね、お店があるんで、うん、寄ってく？そこがなんか100年以上続く魚屋さんやってる。そうなんよ。それが今スーパー出てるとこらしいから、ね、寄っていこうや。まあそれまでにちょっとこの振り返りというか、まずこの時間、何時間かかりました？現在時刻は16時42分なので、うん、大体4時間ぐらいかな。4時間。ちょっと寄り道したり、まあ、食べまくったり、ちょっとお仕事の連絡があったりして、ちょっと予想以上に時間かかったなっていう印象。3時間ぐらいかなと思ってたからな。そう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 。だいぶ前半と後半で色違うよな。違う、同じ道やと思われへん。前半の方はさ、おなじみの道やったけど、うん、後半になればなるほど初めて通る道で、すごいワクワクしたね。そうやな。あ、出てきたね、マルソー。出てきましたね。やってっかな。やってるね。みんなこのマルソーに買いに来てんねん。マルソーさん行ってきたけど、やっぱ魚歴史100年あるってだけあってさ、売ってるものがすごかったな。そう、マグロの目とか、あと一匹のお魚がいろんな種類ずらーって並んでて、で奥の方でね、さばいてたよね。やっぱでサーモンとかも売ってたけど、結構安かった。400円とかで結構切り身売ってたし。で今回買ったんが北川っていうジェラートやな。伊賀市にある北川牛乳さんのやつかな。これだから牛乳も売ってて、そう、牛乳とアイスクリーム買いました。じゃあちょっと食べようか。うん、うん、美味しそう。やばい、これ嘘、もう食べた。うん、めっちゃミルキー。嘘、牛乳、牛乳やわ。牛乳食べてる。美味しい、美味しい。これもうラスニアってな。そうそうそう、ジェラテリア北川。おお、飲みやすい。さっきのアイスの方がミルク感強い気する。ということで国道25号完全走破でございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。今回はね、1日で巡るというね、ちょっと今までとは違った感じやったんやけど、どうでした？まあ横断やからね、前よりは距離的にはなかったかもしれへんけども、うん、普段通る道、そして初めて通った道っていうのもね、こう混ざり合ってて、で景色なんかもね変わってて楽しいなっての思いましたね。まあ、一応起点はね、三重県の四日市市なんで、またね、こう奈良県以外も含めた完全走破とかもね、いつかできたらいいなとはね思う。
そうやな、まあまあ、そっちこそほんまに国道らしいからね。のもね、求められるのであればやれたらなって思いますね。今のところは奈落間だけを走るっていう、そうやな、はい、感じでやってますけど、次はどの道攻めますか。これ悩みどころよね、次。そうやんな、県道とか行く。なんでもいいかもしれんけど、うん、見どころ多そうなところ。であまり冬になるとね、雪積もったりとかしたら行かれへんから、またね、いろんな企画考えてやっていけたらなって思いますので、リクエスト等々ございましたらコメント欄の方にどしどしお願いします。奈良コミは奈良県グルメを中心にいろんな魅力を発信しているチャンネルですので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。あと他にもいろいろ FM ストやってますので、フォローの方どしどしお待ちしております。というところで、奈良コミの高とおんちゃんでした。バイバーイ。